公式に登録された公式メダルセットしか公式な仕様を認められていないんだ。うわー、なんかもう内容が全然入ってこねえ。さあ、じゃあとりあえず館長さんに話聞いてみようか。さっきのクエストは一旦終わったけんね。よし、多分2階にあったやつやと思うんやけど、一旦、でもキークエストではなさそうやな。レベル30なんよね。いや、ちょっとやめとこう、やっぱり。またしても。いや、ちょっとレベルが違いすぎまして、ビビるよね。でもじゃあ他は、キークエストって、どこなんやろ。別にこの博物館の中とは限らんのかな。いや、まあ、やっぱ受けよう。受けるだけ受ける、一応。クリアできるかどうかはもうわからんとして。さあ、話していいよ。私はこの博物館の館長なんだが、君は今開催されている60年前の桜町展を見たかい？実は飾り予定だった展示物が足りていないんだ。え？もう特別展は始まっているんですよね。うん、企画が面白かったからノリで話を進めてしまってね。展示物をどこで入手するかまでは考えていなかったんだ。この方が館長で大丈夫なんですかね。そこで君に頼みがある。足りていない展示物を何とかして集めてきてほしいのだよ。でも何を集めればいいかなんてよくわからないんですが。そうだな、何の展示物が足りないかは特別展を見てくれればわかるはずだ。博物館の1階と2階の西側に展示室で開催しているぞ。1個だけじゃない、もしかして1階と2階それぞれでありそうかな。もし集めてきてくれなければ泣くぞ。今すぐここで泣いちゃうぞ。いや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 、おじさん。あー、ちょっと私がやりますから。おー、そうかそうか、やってくれるか。切り替えが早いですね。まあ、どの展示物も決してすぐに集められるようなものじゃない。全部集めるのは時間かかるとは思う。だがそれでも構わない。もしどっかの町なので見つけたら持ってきてくれればいいさ。そういう感じのクエストね。なるほど。ゆっくりでいいから集めてきてくれ。やけん、まあレベルの設定が高いんやね。そして特別展を成功させてくれ。これはなかなか大変そうですが、気長に探していきますか。じゃあ今の時点では意見場所とかがあったりするんかもしれんね。気がついたら手に入れてたなんてこともあるかもしれませんよ。さすがにそれはないと思うけどね。さあ、博物館の未来は君にかかっている。それではよろしく頼んだぞ。博物館は大ピンチ発生。クエストメニューを確認しよう。え、10個もあるんや。あれ1つだけとか、それぞれに1個ずつで2つとか思いよったら全然違うな。何が足りていないかは実際に特別展を見てくれたまえ。博物館の1階と2階の西側の展示室で開催しているぞ。さあ、キークエストを受けていかんといかんのやけど、どこにあるんだい？ここで見るか。これがキークエスト。公式おじさんの公式ルール。桜町公民館に公式について説明する公式のおじさんがいるらしいぞ。公式って一体何の話だろう。桜町公民館へ行って詳しい話を聞こう。とりあえずこれをやっていこう。桜町公民館どこだろうか。まずとりあえずあっち住宅街に戻る。あぶねえ。中に入ればいいんか。公民館、これ何、スロープかな。普通に、どうも。
この公民館は予約さえすれば誰でも自由に使えるんだよ。最近はエキセントリックな髪型のおじさんが毎日予約してくれてるね。エキセントリックな髪型のおじさん、誰のことだ。あ、おるんかな。ほんとや、エキセントリックな髪型のおじさん公式おじさん、君たしなんでるみたいだね、妖怪バトルを。え、妖怪は見えるんかな。私は公式バトル協会から公式に派遣された公式おじさん。公式公式、うるさいおっさんですね。君聞こえているぞ。妖怪が見えるんだ。まあ見えんとね当然だ。今の発言は公式イエローカードものだよ。次に同じことがあれば公式に退場してもらうからね。公式公式、うるさい。ウィス。さて、君は妖怪バトルに興味があるようだけど、公式バトルには興味がないかな。公式バトル？そう、公式バトルを極めたもの、それすなわち妖怪を極めたもの。どうだい、進んでみるかい、公式の道を。公式おじさんの公式ルール、またなんか選べるね。桜町公民館で公式おじさんと呼ばれる人が公式バトルを公式に教えてくれるそうだ。公式言いたいだけ。はい、受けましょう。仕方なく。よし、それでは私と公式バトルだ。で、君公式セットを持っていないじゃないか。何それ、公式セット。そうだ、非公式なバトルでは好き勝手な妖怪で戦えるが、公式バトルでは公式なルールに合った組み合わせの妖怪しか認められない。どんなルールなんですか。 S ランクの妖怪は2体、 A ランクの妖怪は2体まで、 B ランク以下の妖怪は自由に使うことができる。これが公式バトル協会で決められた正式なルール。正式じゃない、急に正式になった。公式なルールだ。なるほど、 S ランクの妖怪2体、 A ランクの妖怪2体まで。でもそれなら私のお手持ちの妖怪でもいけるかも。確かにそうかもしれない。しかしもう一つ注意点がある。公式バトルは公式バトル協会制作の公式の通信対戦アプリを通して公式に登録された公式メダルセットしか公式な使用を認められていないんだ。うわー、なんかもう内容が全然入ってこねー。そうしないとどんな不正をされるかわからないからね。通信対戦アプリ、そんなアプリ持ってたかな。もちろん通信対戦アプリを無料でプレゼントする。公式バトルの扉は全ての人に平等に公式に開かれるべきだからね。しかし使えないんだな。今すぐ通信対戦アプリを公式にインストールしてあげるよ。ありがとうございます。対戦アプリを手に入れた。よし、これで OK だ。早速妖怪パッドから通信対戦アプリを開いて公式メダルセットボタンを押し公式メダルセットを登録するんだ。はい、やってみます。通信対戦アプリを起動しよう。公式バトルをセットするには、公式メダルセットが必要です。通信対戦アプリを起動して公式メダルセットを選んでください。公式メダルセットの使い方は妖怪メダルと同じです。ただし、A ランクと S ランクの妖怪、それぞれ 2体までという制限があります。また、赤鬼、青鬼、黒鬼はどれか1匹までという制限もあります。最強の妖怪ばかりをセットするなんてことはできませんから。公式メダルセットの登録した妖怪は公式メダル後の公式バトルの時に自動で呼び出されます。メダルだかバトルだかよくわからなくなってきた。いつでも公式バトルができるように常に最適な状態にセットしておきましょう。了解です。公式おじさんの公式ルール発生。今からか、もうクリアしたんかと思った。おっと、まだ公式メダルセットを登録できていないようだぞ。セットするときは妖怪パッドから通信対戦アプリを開こう。公式メダルセットボタンを押し公式メダルセットを登録するんだ。そっかそっか、なるほどね。対戦アプリ、通信対戦へようこそ。ここからは通信対戦を始められるぞ。公式メダルセット、公式メダルセットでは公式ルールでバトルするための妖怪をセットできるぞ。公式メダルセットは公式ルールの対戦時に使用します。妖怪の組み合わせには3つのルールがあります。
公式ルール S ランクの妖怪は2匹まで、 A ランクの妖怪は2匹まで、赤鬼、青鬼、黒鬼はどれか1匹まで。うん、公式メダルセット何もない、まあ、1公式何もないよね。じゃあなんだろうか。あ、でもセットせんといかんのやっけ。ジバニャン、オッケーでしょう。決定。これでオッケー。よし、無事に公式メダルセットを登録できたようだな。ちなみに公式メダルセットは手持ちにいなくても公式バトルの時には呼び出せるからね。準備が整ったところで次は公式バトルの説明だ。はい、公式バトルは6対6の妖怪バトルなんだが、普通と違う点が2つある。1つはレベルだ。公式バトルに出場する妖怪はレベルが60に統一される。勝手に引き上げられたり勝手に下がって固定されたりみたいな。これはみんなが公式に平等に戦うための公式のおもてなしだ。よくわからないけどルールはわかりました。その時間中はずっとその設定ってこと？もう一つ、公式バトルにはサドンデスが存在する。あまりも長引きすぎたバトルは早く終わる手立てを取らせてもらうんだ。これはスムーズかつ公式に大会などを運営する上でのおもてなしだ。あ、わかりました。よし、それでは始めるか。この私と公式バトルだ。え、今からですか？もちろんだよ。初めて公式メダルセットを登録したんだ。せっかくだから試してみたいだろ。まあ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 、よーし、その息だ。それじゃあ始めよう。きた。え、何？誰もいないけど、いざ勝負。出てきたわ。はっ、技回せ回せ。よし、え、いけます？百裂肉球。なんか最初全然押せんかったんやけど、何やってんの。なんか真ん中の表示バツになっとったしね。これはどういう感じでやってくるんやろ。汗っかき、回せ回せ。枕？違うな、なんかタオルか。ギトギトウォール、やだ。守ってくれてもなんかやだ。これは寝てないと意味ないんかな、バックは。わからんけど。さっきの 321OK ってなんだ。とりあえずバックの技使おう。へえ、使えなかったイエーイ、勝利。素晴らしい。まだ私が本気を出していないとはいえ、初めてにしては素晴らしい実力だ。なんだそれ。すかさず。これからの君には素晴らしい公式な毎日が待っていると思うよ。公式な毎日ってなんだろう。ありがとうございます。妖怪のバトルの真の実力者を決める大会では公式ルールが使われる。これからも自分なりの公式メダルセットを磨いてくれ。はい。ちなみに通信対戦アプリでは他の公式プレイヤーたちと一戦バトルすることができるから、ぜひいっぱいバトルして腕を磨いてくれ。ありがとうございます。これは相手の手持ちの妖怪と戦いよるってこと？ポケモンもうちゃんとポケモンみたいなことしようんやね。それでは君の公式に幸あれ。君の公式とは。いざ勝負。通信対戦。対戦アプリでは 3DS 本体の通信機能を使って友達と対戦ができます。フレンドバトルを選べばインターネットで遠くにいる友達とも対戦できますよ。それができないんだな。またランダムバトルではインターネットで全国の強者と戦えます。ランダムバトルは公式バトルの勝敗に応じて勝ち点が変化し、その時の勝ち点に応じてその人の強さを表す称号が決まるんです。
さらにランナンバトルでは常に元祖軍と本気軍に分かれて全員が1週間に稼ぐ勝ち点の合計を競い合っているんです。自分が所属する軍が勝てば素晴らしい参加賞をもらえますよ。参加賞も素晴らしいんや、いいね。妖怪を揃ってランダムバトルに参加してみてはいかがでしょうか。ただし一つ注意していただきたいことが、 3DS 本体を入れ替えてランダムバトルを始めてしまうと自分の勝ち点の記録がリセットされてしまいます。 3DS 本体が変わるときは気をつけてください。公式おじさんの公式ルールバッチリ解決。さすがです。イエイ。さあこれでキークエスト2つ目。おロックな腕は、鉄のトゲトゲがついたロックな腕はこれで攻撃されたら痛そうだ。もう一個はパワフルな腕は、力が溢れてくるパワフルな腕はあまりの力にリンゴも潰せる。やばゴリラやん。力プラス18のまあ、素早さかな。やっぱ守りは大事よ。おー溶けた溶けた。外れ。え、てかこんな状態にしておく？普通水がはけてからよね。そういえば今公式バトル普及キャンペーン中でね、公式バトルを始めた人に公式でプレゼントしているアプリがあるんだ。さあ公式に受け取ってくれ。メダル交換アプリを手に入れた。それは妖怪メダル交換アプリ。ローカル通信やインターネット通信で公式に妖怪に交換することができるぞ。それともう一つ、通信対戦アプリと通信交換アプリがあれば公式にフレンドリストボタンが使えるようになるんだ。フレンドリストボタンを使うとインターネット接続中のフレンドとすぐに対戦や交換を楽しめるぞ。ちなみに通信対戦や通信交換を通信した相手とは、うわもう通信だらけ、主人公の名前や友達ブックの一言コメント、妖怪のニックネームの情報を交換するから注意だ。これ以上説明すると長くなってしまうから残りは公式に追加されるヘルプを確認してくれ。公式な人間は時間を大切にするのだ。それでは君の公式に幸あれ。あざす。妖怪メダル交換のヘルプが追加されました。フレンドリストのヘルプが追加されました。ほい、ということで、待ってキュッピーその辺ないんかな。ほいということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあってことで、なんか今回はなんだ、話の長いおじさんスペシャルか。それぐらいなんかおじさんだらけやったし、みんなの話が長かった。